Conchiquinho agora.最初ネタなんかなと思うよったのね。どうもネタじゃないみたいで、本当に自殺、まあまだ確定はしてないんやけど、まあほぼ確定かな、自殺が、うん、まあ、何があったのか知らんけど、まあその他結構ね、 YouTube メインでなんかもう食べていってた人みたいで、一回なんかな、確かバンされてるんだよな、でまあ、そこからまたねやり直していって、それで這い上がっていって、ようやく最近1000人超えて収益化もなったのかな。その当日の日もなんかあれライブやってて、うん、まあ、結構食っていくの大変とかって言うと
唱とかばっかりやってた人だけど、ライブとかやってたら普通に真面目そうでいい感じの人っぽいのはしてたけどな、なんか。
中国とかちょっとわからんけど、多分ないだろうな、中国とか韓国はあるのかな、わからんけど、台湾はなんか普通の民主国家だからありそうやけど、そういう弱者経済とかはね、まあでもね、個人事業とかでも結構ホストクラブ系人とかね、ああいう人らは結構きついかもしれないな。だから結構店畳んどるよな今。それにちょっと持続化給付金とかで200万降りたりとか、休業保証でいろいろに、でも足りないんだな、200万とかだからな、1000万つもあったかな、ちょっと。まあでも給付金とかで調べたら結構いろいろ出てくるんで、まあちょっとお金困ってるなって人はね、探しないといいよ。最近使えるわ、中に足なんで。無理しても所得制限でね、ちょっと低所得さんらの人らにまた一人頭に10万とかっつうのもやってもよかったような気がするけどね、もうやらんやろうけどな、おそらく。
っといろいろ考えればよかったんだよな、あれ。まあ今は別に YouTube だけにこだわらんでも、ツイキャスとか、フワッチとかいろいろあるからね、そっちの方でもう活動したらよかったんじゃないかなと思ったけどね。
レジでもね、結構稼げる会社だったんやけどな、まあ、ほとんどの会社はね、定時だと本当に厳しいんだよね。皆さんどういうふうにやるやりくりしようかしらんけど、俺はね、一応結婚したんだけど、もうなんかね、まあなんとかなってはいるけど、本当に今子供とかおったらつくなるかけど頑張っていきましょうね。熱中症には気をつけてね皆さん。では。